アナザーエデン時空を超える猫、実況プレイやってきます。山ちゃんでーす。じゃあまずは夢見で、このひとたびの出会いで今日の運をね占おう。1日1回限定無料、行くぜ。出会う、 GO。 あー微妙この門。じゃあここをクリック。はい、オープン。スラッシャー、ベネディト。あー、新キャラだ、俺、初めてゲット。俺はベネディト。見ての通りの、しがない木こりだ。木こりなんだ。何？目つきが尋常じゃないだと。言ってないけど。気にするな。生まれついてのものだ。目つきの悪い人間などどこにでもいる。そうだね、どこにでもいるよね。取り立てて話すこともないようなごくごく普通の男だが、よろしく頼む。おお、よろしく。普通の男だがって潔いな。 AD1100 年エルジオンエアポート行きますか。はい。到着。いや、久しぶりに来たね、この街。しかし未来に戻ってきたものの、クロノス博士のことをどうやって調べればいいんだ。データベースを検索しますか。クロノス博士はゼノプリズマ研究の第一人者、エルジオンの科学者たちの中でもトップクラスの人よ。機密情報も多いだろうし、データベースで調べて簡単に必要な情報が手に入るかどうか。であれば事情を知る者に聞くのが良いでござろう。クロノス博士の血どころに心当たりはないでござるか。博士の知り合いとなるとゼノプリズマの研究者かしら。そういえばこのガンマ区画にゼノプリズマの元研究者がいたわね。彼に話を聞いてみましょう。よし、じゃあまずはその人のところへ行こう。うん。今はもう引退しまったが、こう見えて俺も昔はゼノプリズマの研究者だったんだぜ。まあクロノス博士には遠く及ばなかったがな、あの人は天才だったよ。なんだ、クロノス博士について知りたいって。悪いな、昔のことはベラベラ喋っちゃいけねえんだ。守秘義務ってやつがあるからな。わからないときとか。クラッシュパーツゲット。いや、これ泥棒やんけ。あ、誰かいた。親父から何か聞き出そうとしてたみたいだね。こっちにまで聞こえてきたよ。うちの親父は昔から酒に目がなくてね、酒でうまいこと釣れば話してくれるかもよ。ただトップシークレットのネタともなると伝説の酒でも持ってくるしかないだろうな。伝説の酒？なんだいそいつは。ああ、前に親父が言ってたんだよ。どうにも大昔の酒らしいんだが、浮かれパンチっていう名前らしい。うむ、その名前以前ラドル村に行った時聞いた気がするでござるぞ。なるほど、他にこれといって手がかりもないしな。よし、ラドルのあたりを探してみるか。ここで酒もらえるんだ。ウヒヒヒヒ、夕がりを酒にかける、ヒヒヒ。ここに持ち出したの酒は浮かれパンチ。ウィー、これがまたうまいのなんのって。え、今あいつ浮かれパンチって言ったよな。おい、あんた今。あひん、貴様人間、このウクレレ様に何か用か。いや、浮かれパンチっていう酒を探してるんだが。お経、浮かれパンチ。人間貴様、この浮かれパンチを奪おうって腹だな。溶岩風呂から上がった後の浮かれパンチ、キュー最高。俺っち最大の幸福、それを奪おうってつもりなら俺っち容赦しないかんね。ウクレレ様戦闘モード。やたらとテンション高いやつだな。なんかでも一体だから弱そうだね。耐性持ちってことは半減ぐらいになるのかな。
殲滅完了。これサラマンダー苦手だぞ俺。キュー、今日のところはこの辺にしておくれね。あばよー。一体何なんだ。浮かれパンチを手に入れた。よし、でもこれで必要なものは手に入れたな。エルジオンに戻ろう。古代まで戻って酒を取ってってどんだけ贅沢なの。まあ、これもね、情報のためですね。親父、持ってきたぞ。今はもう引退しまったが、こう見えて俺も昔はゼノプリズマの。って、おお、俺それイコレパンチじゃねえか。そいつどこで。ああ、風呂上がりの変熱にもらったんだよ。奪い取ったんだけどな。珍しいこともあるもんだな。そいつは俺への手土産かい。そりゃありがたくいただくとするか。へへへ、早速今夜にでも一杯やるか。で、何の話だっけか。ああ、クロノス博士のことか。あれはもう16年前の話になるか。ある日いきなり家族と一緒に消えちまったんだよな。何の前触れもなく。今考えてもあれは不思議な事件だったぜ。いい人たちだったんだよな、本当に。そうだな、博士のことが知りたければゼノドメインへ行ってみたらどうだ。ここよりさらに上空に浮いたゼノプリズマの研究所さ。一家あっちで生活してたしな。まあ当局も必死になって調べてたから今さら何がわかるとも思えねえけどよ。ゼノドメインか。わかった、すぐに向かってみるよ。おやすさん、ありがとう。あー、消えたってことはあれか、次元の狭間で消えたんだね。親父からうまく話は聞けたかい。ああ、ゼノドメインに行けば何かわかるんじゃないかって。え、ゼノドメイン、あそこは今閉鎖中だよ。ゼノドメインに通じる軌道リフト、バベルも完全にロックされてるはずだよ。最近自運とか頻発してるんで、安全基準の見直しとかどことか。バベルの管理は死生観の仕事だけど、一般人が会える相手じゃないよ。どうにかしてそのバベルを管理してるっていう死生観に会えないかな。アルドさん、心配には及びません。私にお任せください。死生観の個人情報を検索してます。おいおい、勝手にそんなことしちゃっていいのか。事態は急を要します。検索完了しました。セバスさんが死生観のチェスの仲間のようです。あのセバスチャンが。でもそうとくれば話は早い。早速セバスチャンのところに行くぞ。あー、あのセバスチャンっていたね。お、セバスチャン、久しぶり。あら、あなたたち、このセバスチャンに何か用？あ、実は司令官に会いたくて。え、私のチェスの仲間で友人の司令官に会いたい？それは何用なの？誰かのピンチなの？ピンチもピンチよ。巨大地震を防ぐためにどうしても会う必要があるの。世界を巨大地震から守るため。別に巨大地震はどうでもいいけど、いいわ、助けてあげる。あなたたちのこと案外嫌いじゃないから。かたじけないでござる。はい、私のボイスレコーダー、これを持っていつものエレベーターに行ってみなさい。死生観に行きたいと伝えて、エレベーターで何か言われたらこれを聞かせるのよ。じゃあ彼によろしくね。助かりました、ありがとうございます、セバスさん。ボイスレコーダーを手に入れた。いい子だね。じゃあこれで行こうか。ガンマ科学へ移動。死生観室に行きたいんだが。仮登録の短期滞在者は行政監視フロアへの移動は許可されていません。正式な住民登録を得た後、面接の申請書をご提出。ご協力ありがとうございました。ちょっと。ほら、アルド、セバスチャンにもらったボイスレコーダーを。ああ、このスイッチを押せばいいのか。はーい、こちらセバスチャン。行政官、応答願います。友達が
行政官に会いたいらしいの。なんでも空から巨大ニシンが降って大変らしいわ。それでクロノスって博士のこと調べたいそうなのよ。ってことで会ってあげてね。どうぞ。おいおい、本当にこんなんで。レベル6が解除されました。行政官室フロアへご案内します。開いたでござるな。開いたわね。アルドさん、エレベーターに乗りましょう。ああそうだな。結構甘くね、ロック。姿勢監視フロア到着です。びっくりマークがあるとこ気になるね。あ、ダメか、今は使われていない。お、偉そうな方がいる。おお、なんとも倦怠な部屋でござるな。ここもまた。このレベルの区画に侵入するのは私にも初めての経験です。あんたが知性感か。早速だがクロノス博士について教えてほしいんだが。博士のことが知りたいだと。一体君たちは何者だね。私はイシャール島のエイミー、ハンターです。ここにいるアルド、リーカ、サイラス、皆仲間の冒険者です。合成人間の指揮官、ガリアードを仕留めたのは私とアルドです。ああ、なるほど。君たちが例の。博士は16年前のある日、突然姿を消してしまったのだ。妻と幼い子供らと共に。まるでこの世界から突然と消滅してしまったかのようにね。当時厳密な調査が行われたが、詳細は何一つ判明しなかった。密かに何らかの実験を行い、その最中に事故に遭ったのではないかという噂が流れた。だがそれを確かめる術もなく、結局全てはやぶの中だ。研究所の博士の部屋は今も当時のままだ。天才ゼノプリズマ研究者に対する尊敬と恐怖とで封印されるような格好になってしまってね。調べたければ好きにしたまえ。特別に許可しよう。だがあそこで今何が起ころうと我々は一切感知せぬからな。そのつもりでよいかね。あ、わかった、それでいい。うむ、ゼノドメインに通じるバベルのロックは解除しておく。何がわかったら知らせてくれたまえ。私も個人的にあの一家のことはずっと気になっていてね。軌道リフトへはエアバスを使っていくといい。この部屋を出てすぐ先のところだ。第14章、エルチンを再びクロノス博士の影に。もうクリアですね。ゼノバスのところに行けばいいのか。こっちだね。エアバス現在フロアに行く。はい。バベル搭乗フロア。なんか空港みたいだな。プロジェクトバベル対立指導フリーモード指導システム、エルジオン完成研究施設、ゼノドメインへ直行。登場します。登場します。ん、なんかすげえ場所来たな。これがバベルとかいうやつなのか。軌道リフト、バベル起動します。うわ、なんだ、でけえエレベーターや。こうやって上行くんだね。超高速で移動してる。宇宙にあんの。宇宙なんだけど。こいつはすげえ、宇宙まで来た。おお、なんという景色でござろうか。私たちの世界、そして宇宙の星々。宇宙、俺たちの世界。ええ、この星たちを時空をバラバラになんかさせないわ、決して。
ああ、そうだな。もちろんでござるよ。景色良さそう。動体反応あり、侵入者確認、適正勢力と認定します。マジか、敵出てくんの？宇宙空間、ファントムダスト。何？ちょっと待てよ、何が食らうんだこいつらは。まあエレメントセーバー、ブレイズソード、火は耐性があるんだ。ルーンブレイド、ちょっと厄介だな、火に耐性あるんだったら。仲間使いにくいな。しょうがない。まあ通常攻撃で多分やれるね。 GO。 ダメージでけ。チェンジ、そこです。 OK、 ナイス。攻撃力高くなってるね。今のやつらファントムか。胴体反応多数、適正勢力来ます。まだ来るのかよ、しつこいわねあんたたち。無粋な真似をする輩は肩のサビにしてくれるでござるよ。まずい、私が受けて立ちます。まずい、俺結構苦手。スイングハンマー、うん、ちょっとエレメントソングやってリーカにチェンジだな。 GO。 うわやばいな。コンバットモード起動。結構厄介だぞこれ。使うか。 GO。 間違えた、ブレイズソウル。違う、メディカルサポートミスるミスるミスる。あーしくったな。なんか順番が違うと選ぶのがさミスるわ。でアルドチェンジ、アースインパクト、ハートスナイプ、ゴ。まずい、メディカルサポート助かった、任せてください。よし、もうチェンジして一気に殴っていくか。 GO。 ナイス、務めを果たす。フレイムクロー、まあ火力上がるよね。 OK ナイス。適正勢力の相当を確認しました。きついな。うわやっぱ来るか。お前は無駄な悪あがきはやめるのだ。巨大地震はもう誰にも止めることはできぬ。今さら時空の崩壊を防ぐことなど不可能などだ。うるさい、消えろ。次元の水をさまよう亡霊め、俺たちは決して諦めないぞ。必ず巨大地震の発生は阻止してみせる。うならば愚か者の末路を解くと味わうがやるだ。世界の終わり、時の終焉をなすすべもなく眺めるのだな。自分たちの非力さを噛みしめながら。やべ、戦うか。ん？いない？着くやよ、図のドメインに。すげえ、こんなの作ってんの。かっこいいな。到着ですね。ゼノドメインに到着しました。ん？ワールドマップでゼノドメインに行けるようになりました。第15章星が呼ぶ天空のゼノドメイン到着ですね。なんだ敵がいるのか。
なんだこれ、ダンジョンってことだね。あ、ガードドローン、普通のロボットの敵か。 GO。 うわー、反対攻撃されるの辛いね。駒は困らず務めを果たす。アナザーダンジョンで多少ねレベル上げといてよかったわ。 GO。あとは防具をね鍛えたいところやね。前に進むしかないだろ。前に進むしかないだろ。他になんかアイテムあるのか。扉が2つある。ゼノドメイン工業センターってことはだ、反対側には宝があるんじゃないか。手加減はしないからな。手加減はしないからな。シュンチ、うわやられた。マジかよ。駒は困らず務めを果たす。アンフェルドアで上がる。 GO。 行きます。コンバットモード起動。 OK ナイス。ドアロックされている。何、戻った意味がない。ゼノドメイン工業センターガードドローンだらけ。体力が1だからチェンジで、チェンジ、ブレイズソード回転切り、ルーンブレイド、ブレイズソード、エレメントセーバー、エレメントセーバーで全体攻撃やるか。駒は困らず務めを果たす。攻撃力高いね。ヒール、アンフェルドアで一旦で決める。はい、そこでさよなら。適正勢力の相当を確認しました。 MP の回復もしてかなかんな。パスコード、何？コメ DF、 コメ DF、 多分これ覚えとかんと。気を引き締めていこう。番号使うぞ。まずい。チェンジ、どうしよう。チェンジ、アルド、ハヤブサ、ブレイズソード、 GO。 コマは困らない、ストレを渡す。あー、攻撃力高け。コンバットモード結構きついぞ。ヒール、アンフェルドアで一気に決める。消えろ、やめるな。メディカルサポート落ちろ。MP 回復もしていきたいね。一体残しでやるしかないよな、回復。ドアロックされている。ミーユ、MP がないな。適正勢力解除開始。一体だけだったらゴリゴリにやれるね。417、攻撃力高え。一体集中いけ。メディカルサポート。よっしゃ、ナイス。ひたすら集中攻撃だ。メディカルサポートで、このターンでサブに移動しよう。 MP を回復させよう、仲間の。よし、ちょこっと回復できたね。サブに移動。 GO。 いいよ、タイマンで回復。メディカルサポートです。一体上がって攻撃でいいや。駒は困らず務めを果たす。
で、ヒールで、ルナティックとヒールもやればいいな。で、拳攻撃でさよなら。なかなか回復の手段が分かってきたわ。うん、これだね。何？フィアーが2体もいるだと。気を引き締めていこう。気を引き締めていこう。どうしよう。一気に使うか。戦闘長いからな。ゴーゴーゴー。よし、2体やった。2体やれれば上出来。アートスナイプ、アースインパクト、ブレイズソードいけ。ナイス。潤滑油。あのフィア絶対勝てんな。ボスよりさ、フィアの方が強いってどういうことって思っちゃうんだけど。通れんな。どうやって行こう。あ、やべ、危ない。上移動して左。一人の剣士として挑みます。次どう移動するかだね。迷うね。弓の攻撃だったら何でも弱点なんだ。ほんとや、すげえダメージ入る。あとはゴリ押しでいける。空中に飛んでるから弓弱点なんだね。まずい。ピアが来るぞ。やべ、行き止まり。やべやべ。うわ、これ終わった。あちゃ、やばそうな。行けろ。うわ、マジで絶対勝てんわ。は？おっしゃ。うわ、最悪これ。あー、どうやっていく？このロボットがどこまで行くかだね。くそー、油断したな。いや、油断っていうか、このフィアの動き、あ、端っこまでは行かないのか。ついてってみる。試しだな。やべ、やべ。あ、来ない。よかった。こういうことね。私が受けて立ちます。いや、きついわこれ。まあ、ここはもうチェンジだな、速攻。スイングハンマーとエレメントセーバー。え、チェンジ。コンバットモード起動。うわー、攻撃力高え。駒は困らし、務めを果たす。火の波動。ヒールとアンフェルドアで多分終わるんじゃないか、スイングハンマー持って。ゴー。何？よし。適正勢力の相当を確認しました。で、すぐ左に行く。こっちは何がある？あー、下も行けるのか。うわー、ここきついな。ピアーだらけ。いじめやね。パスコード25。やべ、番号忘れた。 25 2D5F。 2D5F だったよな、確か。行くよ、負けられないから。邪魔だな。どうしよう。まあ、アルドはチェンジで、このキャラもチェンジ。コンバットモード起動。うわ、集中攻撃最悪。マジかよ。やべ、
アースインパクトで1体をかっきるシーンとこれ終わる。上がってくれ。駒は困らしく、ストーン。まずいな、リーカ狙い。ヒール、アンフェルドアでやって、クラッシュアローだな。行こう。ナイス。メディカルサポート。あー、やばいぞ。助かった。でサブに移動して一体残しにできるから、ここはサブに移動してゴー。ヒール。メディカルサポートです。上がってヒールだな。リーカをサブに移動で、ルナティックでいいや。よし、ちょっと回復できたな。まずいぞこれ、拳攻撃で多分一撃でやれるはず。リーカ上がって、あーどうしよう、わからんくなってきた。あ、まだやれないか。コンバットモード起動。ヒール。あー無駄に食らっちゃったな。適正勢力の相当を確認しました。ウィングリーブ、いやきついねここ。フィアは正面、下行ける。右左から来てるね。すぐ上に移動しないと狙われるぞ。チェンジ、間に合い。うわー最悪、マジで。キッズここ上がれ。クラッシュ野郎一体を格殺や。ゴー。駒は駒らしく、ナイス。コンバットモード起動。ヒール使って一気に打ってくか。メディカルサポートです。このターンで決めればいける。メディカルサポートです。ヒール2回だけ打てば。よし、まずいな、まずい。来ない。どうやって行くんだ、こっち。あ、下に行く道あった。オッケー、チェンジで、ハートスナイプ打っとこう。スイングハンマーでチェンジ。駒は駒らしく、仕留めを果たす。あー、やっぱアルド狙われた。きついね。火の波動で、リーカ上がってくれ。ハートスナイプとルナティック、アンガーレイジ打っとこうかな。多分一旦じゃね、やれないと思うんだよね。ゴー。消えろ。いいよ、だいぶ削れたよ。コンバットモード起動。でアンフェルドアでヒールで、あとは通常攻撃でいいかな。でこのキャラにぶっぱ2体やれるはず。おっしゃ、ナイス。うぅ、どっちだ。上のドローンが、ドローンってかフィアがどこに行くかだな。移動した、今がチャンス。でこっち行って、こっち行って、すぐ下に行かなか。まずいな、アルド。もう速攻チェンジするしかないんだけど。は困らしい。うわー最悪。一体残しでここ回復したいね。上がってくれ。
で、このドローンを殲滅。コンバットモード起動。よっしゃ、ナイス。で、アンガーレイジで防御だけ上げといて、で、全員サブに移動でいいわ。ゴー。火の波動で、1回だけ拳攻撃やっとこうかな。あ、いや、もう戻っていい。サブに移動、ヒールでいい。耐えれる。うわ、攻撃力高え。これ無理かも。敵の攻撃力ダウンさせんと無理だな。上がる。ゴーで、ヒール上がってくれ。駒は駒らしく仕留めを。最悪。やっちゃったかなこれ。まあ一回だけ殴るか。えい。メディカルサポートです。まずいぞ。全員上がってくれ。任せてください。防ギャップ。敵の素早さだ。17だけ回復。一旦耐えれるね。通常攻撃2人撃っとくか。よし、ミリ。メディカルサポートで、ヒール。17回復で、ヒールで回復。務めを果たす。あー、2体ダウンしたのが痛い。まずい。どっちに行くんだ。上、こっち。奥は何があるんだ。いやー、強いねここ。ガードドローン1体か。しよう、殴れ。ふう、きつっ。なんだこれ。ダストシュートのようだ。登る、降りるとこ、ここからは戻ってこれない。ちょっと待って、宝がある。箱の中にセキュリティで書かれたカードが入ってる。カードを取り出す。マスターキー手に入れた。やった、行こう。まだボス戦ではないんだね。よかった。ん、どこだここ。マスターキーしよう。おお、危ねえ。よかった、合ってたわ。ゼノドメイン研究センター来ました。よかったよかった、勘が合ってたな。わざわざ入り口まで戻されるってことは絶対この辺だもんね。何、アリアンドロフト、また新敵。なんかやばそう。チェンチ。マジか。駒は駒らしく務めを果たす。アンフェルドアで1体はやれるんだよな。ゴー。メディカルサポートです。惜しいぞ。マジか。あ、火があれか。耐性があるのか。どんだけガード勝てんだ敵。うい。みんなで勝ち時をあげましょう。ブロンズブレスレットゲット。ん、上に行く道があるね。わあ、左も行きてえな。うう、来ました。あれ、あ、ここだね。これだな。ご視聴ありがとうございました。良ければいいねとチャンネル登録お願いします。また次回、次の動画で会いましょう。